先生、あっちゃんねる。あっちゃんは誰から何を言われようと自分のやりたいことを貫いていくことを誓います。チャオ、あっちゃんです。はい、ということで変な始まり方からしたあっちゃんの今日の動画、実はね、子供が受験でね、進学する間ちょっとピリピリしててね、ピリピリってこともないけどもね、ある程度あっちゃん自粛してたところもあります、これでね。はい、ということでね、もう子供の学校も決まったことやし、はい、もうはっちゃけます。全力全開であっちゃんねるやっていきたいと思います。はい、これからはね、もう遠慮せずズバズバやっていきます。はい、言いたいこと言います。で、人間やっぱりね、昨日あげたかな、昨日か一昨日ぐらいにあげた動画で、ツッコミどころが大事なんよねっていうのね、ホリエモンのね、名言もやねんけども、あっちゃんもツッコみます。視聴者さんにツッコみます。で、コメント欄ツッコみます。で、ライブでもツッコんでいきます。で、ちょっとね、一応やっぱりね、 YouTube の場を借りてるんで、 YouTube の規約に違反することはダメやねんけどね、 YouTube の規約が許される限りガンガン行きます。はい、ちょっとね、過激なことはするかどうかはしません。法に触れることしません。あと、なんだ、やっぱりその倫理的にダメなことはいたしません。はい、でも、その範囲の中でできる限りのことは全てやっていこうと思うんでね、まず激しくちょっとね、あっちゃんねる今年はいろいろと変えていくって言ったけどもね、元に戻るっちゃ元に戻るに近いかもわからんけども、結構わちゃわちゃしたチャンネルにでもいいかなと思ってもいいんやけどもね、それで何て言うのかな、みんなに楽しんでもらえるチャンネルっていうのがまあコンセプトやけどもね、その中で、やっちゃいけんことはしたらあかんし、2016年はね、結構何もわからんと手探りでやってきて、2017年ある程度ね、YouTube の規約内で、いろいろわかることもあって、ね、いいのか、これやったらええな、これやったらあかんねえなっていうのも分かってきて、で、その中で何本か動画消されてもありました。で、著作権、これはいいやろと思ってた著作権引っかかったりとか、これダメなんかなって思いながら上げてみたら、意外と著作権関係なかったりとかするのがあって、その辺もある程度分かってきたもあってね、ちょっと今回じゃない、今年は、いける範囲までがっつりいろいろやっていきたいと思います。で、やっぱりその、なんていうのかな、他でも同じような上がってても消されてへんのに、あっちゃんだけね、消されるっていうのもね、その通報されるのもあるし、いろんなのもあるんやと思うけど、それでも消されてない過激な動画っていうのも残ってたりするしね、その中で、やっていいこと、やった悪いことっていうのも大体分かってきた。で、視聴者さんが結構コメント欄でガチャ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 騒いでるけども、それは所詮言っちゃ悪いけども、視聴者さんがわちゃわちゃ言うてるだけのことで、YouTube さんはそうなんでもない。だから規制もかからない。だからみんな報告してるはず、通報してる人、報告しましたってコメント欄に書いてる人もいるけど、そんな報告、へでも、なんでもない。誇りがついたレベル以下でもない。いや、以上でもない。もう全然スカみたいなことやからね。そんなん関係なしに、あっちゃんはあっちゃんなりにいろんなことやっていきます。それは、批判されるかもわからへんし、称賛されるかもわからへん。そういうバカなことをすることによって見てくれるかもわからへん。それはどうなるかわからへん。でも全部責任はあっちゃんにあるから、あっちゃんがやっていく。今やかんや言って誰に遠慮する必要があんねんと思ったら、よう考えたらね、あっちゃんねるの主誰やったらあっちゃんやねん。あっちゃん誰に遠慮するかって、誰に遠慮する必要もない。YouTube の規約と、法律さえ守ってれば、まあね、法律の下に YouTube の規約があるから、法律を守らへんかったらあかんねん。結局、いつも話してる通り、憲法っていう元があって、憲法の下にいろんな民法、刑法とか民法とか、会社法とかいろんな法律があって、で、その下に YouTube の規約っていうのが成り立ってね、その下であっちゃんねるって言ってるから、そのピラミッドの頂点から下がってきたところまでの自分より上にある規約っていうのさえ守ってれば、何も悪いことじゃない。だから、いろんなことやっていきたいと思います。で、その中で子供がいてるのにとか、子供がおって、そんなことしたらとか言われるけど、そんなもんの責任すべてあっちゃんが取るっていう
ことでやっていくんで、うん、誰がなんていうことやっていきます。で、いろんなツッコミとか、アドバイス的な上から目線コメントもいっぱい増えると思うんだけど、そんなもん関係なし、あっちゃんはやりたいことやっていきます。で、その中のアドバイスの中でもいいなと思うことは取り入れていくし、ね、無責任なアドバイスやなって、まだ前みたいに切り捨てる場合もある。で、あっちゃんは視聴者さんにも突っ込んでいきます。ね、サンドイッチマンってお笑いコンビが、みんな面白いって言われてるのは何かって、あの人たちのライブは、来てくれるお客さんに突っ込むねん。自分ら普通漫才って相方ツッコミとボケ担当が2人でこう掛け合いしてボケツッコミするけども、あの人たちのライブってここじゃなく周りの、視聴者さん、お客さんオーディエンスに対して突っ込むねんね。それがまあ受けてんねんけども、あっちゃんもそういうチャンネルでいこうかなと。だから視聴者さんのコメントに対してツッコミ入れていきます。あっちゃんはツッコんでいくよ、これから。で、それでまたね、炎上するかもわからへんし、わちゃわちゃなるかもわからへん。でもそんなもん関係あらへん。やっぱりあっちゃんがやりたいことやっていくっていうチャンネルでやっていきます。で、だからってあっちゃんは上から目線でエゴでやっていくわけじゃなく、みんなと楽しみたい。だからみんなと楽しむのは一方通行に与えることも大事やねんけども、みんなからのフィードバックに対してツッコミ入れていくっていうね、お互いの総合通信もここでやっていこうと。だからその分、やっぱり電話とか、直接コミュニケーション、メールとかっていうのはもらうけども返せへんっていうのはそこにあるんだけど、そういうのやっていかれへん。人誰かに返してこの人に返さへんってわけにいかへんから、それやったらほとんどみんなからもらう、メールはもらうけども、動画で突っ込んでいくとか動画で返していくみたいな、そんな感じにやっていこうと思って。だから、よっぽどのことがないか、まあね、オフ会の時にちょっと場所連絡するのにメールやり取りする時であったりとか、そんなに使うかもわからへんけども、基本メール、LINE、SNS っていうのはもらうけども返さへんと思っとってください。で、返す時っていうのはたまにあるけどもね。でも、まず返ってこないと思っとってください。まあ、これはもう前からも一緒やねんけどもね。そんな感じで、あっチャンネルこれからはやりたいことをやっていく。自分がやりたいことをガンガンやっていく。今年はね、もうほんまに攻めるで、あとは与えるの年にしたいなと思ってね。だから、そんな感じで、ちょっとあっチャンネル、もう子供もね、高校決まったことやし、さあ何に遠慮するかってことない。まあ、高校でね、まだこれから入ってからちょっといろいろ高校とのやり取りもあるかもわからへんけども、それでもあっちゃんは、あっちゃんってあって、あっチャンネルのあっちゃんやねんからね、子供関係なし、やっぱあっちゃんはあっちゃんの、なりわいとして YouTube を激しく楽しくやっていきたいと思うんで、まあ、こんなあっちゃんやねんけども、見てくれる、ついてきてくれるっていう人だけついてきてくれたら嬉しいです。そんな感じであっチャンネルこれからはガンガンいきます。もう最初の宣言通り、あっちゃんのやりたいことをやり通していきます。だからこれで楽しんでもらえる人、楽しんでください。では、またね。こんなあっちゃんいいなと思ってくれたら高評価。で、またこんなあっちゃんに応援のメッセージ待ちしてます。で、またね、こんなあっちゃんチャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。では、またね。バイバイ。